と思うんですけど、スーパーソニックに変身するところはもう毎回鳥肌が立つぐらい好きです。はい、全部好きです。はじめまして、ホロライブという事務所に所属しております、バーチャル YouTuber の犬神コーネと申します。改めましてソニック・ザ・ヘッジホッグ30周年おめでとうございます。パフパフドンドンドン、めでたい。かっこいい見た目、まず見た目と喋り方、あと自由奔放なところ、あと自由だけれども困った人を助けずにはいられない、あの優しくて勇敢で強いところ、ちょこっと子供っぽいところもある、そんな性格も可愛くて大好きです。これはメガドライブのソニック・ザ・ヘッジホッグです。遊ぶ前はね、すごい難しそうだなって思ってやってみたんですけど、やっぱり難しかったです難しかったけれども、操作はすごく簡単で遊びやすくって、ゲームが下手な自分でも爽快感を感じることができました。これソニックについては本当にまだまだ新参者なんですけど、今年の1月に初めて遊びました。前々からソニックの存在は知っていて、配信中にソニックの話になって、そのリスナーさんがね、ソニックについていろいろ面白いよって教えてくれたのがきっかけで、じゃあ遊んでみようかなっていう気持ちになったので、リスナーさんには本当に感謝しております。ありがとう、神ゲーに出会いました本当に単純なんですけど、青色が好きになりました青い洋服とか青いお花とか雑貨とか、もう青色で選ぶようになっちゃいましたね。これは罪な男やで。あ、もちろんセガのね、あのソニックのグッズも買い漁っております。はい、まだね、これは選ぶほどたくさんシリーズやってなくてあれなんですけど、今のところソニックアドベンチャーが大好きです。いろんな主人公がいて、その主人公をプレイできて、いろんな視点から物語を楽しめるっていうところもそうですけど、 BGM ももうどこ撮ってもすごい激アツなものが多くてですね、一気にやっちゃいました。ありがとうございます。ソニックももちろん好きですけど、ナックルズくんが好きですなんかこうちょっといかつい見た目なのに、少し天然というか、まあ、優しさもあって、まあ、そういうギャップとか、あとああいう一匹狼感がすごくたまらないです。はい、ソニックという、実体が存在してくれるだけでありがたいんですけど、でもこれからもいろんなソニックくんを見れたらいいなって思うのと、ソニックくんも忙しいと思うので体に気をつけて、いつまでも元気でいてくれたら嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございました。